もいつもこんなおいしいもん食べてるの？10日に3日ぐらいだよ。いいな。おばさまが迷惑を。ランティちゃん、白蓮お姉さまが迷惑をかけて。ここには面白いゲームがあるんだって。麻雀のことか。やってみたいな。ああ構わないが、じゃあまずはルールの説明から。それよりさ、何かけよっか。麻雀といったら服を脱ぐくらいしか思いつかん。いいじゃない。勝負をするなら負けられないわ。ラスティさん、ドラゴン族としてはね。あ、それチーで。ん、リーチだ。残念。ドーン。ドライムたちは勝負事が大好きで、どうにも負けず嫌いらしく、大まじに脱衣麻雀が始まってしまった。なんなのその自信。おかしい。いやおかしいでしょ、なんで俺だけこんな負けてんの。念力で牌のすり替え、手牌を投資して、ようやくチャンスが巡ってきた。これでダブル役なのに、よりによってこの牌ですよね。ナナさん、